アレクサンドル・パーブロビチ・グラチェフは、ロシア、モスクワ出身の男子フィギュアスケートアイスダンス選手。2004年世界ジュニア選手権優勝。パートナーは、エレーナ・ロマノフスカヤとアナスタシア・プラトノワ。モスクワに生まれ、5歳の頃にスケートを始め、1996年に、エレーナ・ロマノフスカヤとカップルを結成した。2000から2001シーズンより、 ISU ニアグランプリに参戦し、2戦目の JGP バルト杯で優勝を果たして JGP ファイナルに進出。翌2001から2002シーズンには ISU ニアグランプリで2大会連続優勝を果たし、世界ジュニア選手権では銅メダルを獲得した。2003から2004シーズン JGP スケートスロバキアで優勝し、4年連続の JGP ファイナルへ進出し2位に終わったが、2004年、世界ジュニア選手権では、初優勝を飾った。2004から2005シーズンより、シニアの ISU グランプリシリーズに参戦。入賞はするものの表彰台に上ることはなかった。2006年世界選手権には、トリノオリンピックで、金メダルを獲得したタチアナナフカ・アンドロマン。 コストマロフ組が欠場したため補欠として出場したが23位に終わった。これ以後、国際大会及び、ロシア選手権への出場はなかったが、2007年より、アナスタシア・プラトノワと新たにカップルを結成し、2008年ロシア選手権で5位となった。ありがとうございます。